頑張ってね。2011年のアメリカ、空城ジョリーンは無実の罪により州立グリーンドルフィンストリート自由警備刑務所に収監された。しかしそれは刑務所の神父エンリコ・プッチが仕組んだ罠だった。彼はジョリーンの父空城ジョー太郎を待ち伏せし、その記憶とスタンドをディスクにして奪い去る。ディオの残した天国へ行く方法を手に入れるためだ。そして今プッチはジョリーンとその仲間たちの不意をついて致命傷を与え、長年の悲願を達成しようとしていた。天国へ行く方法。お前の正体に到達できるなんて、お前に再会するなんて。完全なる死の忘却へお前を送り込んでおかなくては。ジョー太郎の娘、覚悟を持てばダメ。お前に依存する。常に生きていた神のご意志を送り戻ってきて。螺旋階段、カブトムシ、廃墟の軍、これは神のご意志だ。紐の防御に力はいらっしゃった。お前に命令する。一番叩き込みやすいカット糸の結界、まさかストーフリー。十字架を指に、お前に命令する。ストーフリー。十字架を指に、神のご意志だ。それ思い知れ。ダメ。なんてスターを振り、何球続ける。イチジクのタルト、カブトムシ。つまり敵でいいんだな、お前は。ドロローサへの道、カブトムシ得意点。いつ、つまり敵でいいんだな。クブッチ、お前に命令する。すでに生きていた。マジに負けて崩れ落ちる自分の貧弱さを。なんだ、ヨット、エンジェル、アジサイ、カブトムシ、トクワ。そ、崩れ落ちる自分の貧弱さ。マジだ、やっべ、しまった。お前に命令。ホワイトスネーク、来た。パーフェクト。立て、まだ終わっていないだろう。ストーフリー、ファイト。つまり敵でいいんだな、お前。つまり敵でいいんだな。お前に命令する。つまり敵でいいんだな。お前に命令する。すでに生きている。ダメ。神の御名において退ける。まずストーフリー。秘密の皇帝、これで君の世界へ。このチーム、パンチは必ず一発だけだ。しまった、なんてこと。これでお前は両腕を失った。これでお前は両腕を失った。パンチは必ず一発だけだ。なんてこと。それそれ、やっぱ崩れ落ちる自分の貧弱。下がれ。お前は私にとって神の武士だ。クワストーフリー。パンチは必ず一発だけだ。しまった、なんて。思い知れ。やばい。神の御名において退く。なんてこと。パンチは必ず一発だけだ。はっ、なんてこと。やっべ、クッション。パンチは必ず一発だけだ。なんて。そ、崩れ落ちる自分の貧弱さを思い知れ。私は生まれたものさえ手に入ればそれでよいのだ。